葛城山ロープウェイ、葛城の作動線は、奈良県御世市にある、葛城の登山口駅から、葛城三条山駅までを結ぶ近畿日本鉄道の作動線。一般には、葛城山ロープウェイと呼ばれる、全線、大阪輸送統括部の管轄である。山と葛城山と、葛城山ロープウェイ、奈良県と大阪府の境目にそびえる、標高959.2メートルの山と、 カツ山への登山客向けの路線として運行を行っている。山頂には近鉄グループの今後ゴをの観光開発が経営する国民宿舎カツの高原ロッジがある。交通系 IC カードは対応していない。また近鉄グループホールディングスの株主に配布される各取得点検も使用できない。現在の半期は 1999年6月の取り替えによって登場した2台目半期2台で、1号が春風、2号が鈴風の愛称を持っている。定員は51名。製造は近畿車両で窓の大きなボディとしている。開業時から1999年まで使用されていた初代半期は安全作動性の2台で、カツラギ1号、カツラギ2号の愛称があった。 30分約1時間ごとの運行で、所要時間は6分。昼間時のみ運行であるが、1月1日は初日の出を見る人のために、早朝の運行も行われる。かつては大晦日から元日の終夜運転を行っていたが、2002年から2003年の運行を最後に中止した。カツラギ登山口駅、カツラの山条駅ともに、ご所志ぐしらに所在。 近鉄ニュース2002年12月号及び2003年12月号。同時に近鉄五所駅からの連絡バスの終夜運転も中止。カツ山ロープウェイの運休について、近畿日本鉄道2020年5月3日閲覧、ありがとうございます。